どうも、さあゆうです。ユニバーサルスタジオジャパンで下着にも見えるコスプレの格好で写真を撮ってインスタに上げた女性たちが炎上しました。この件で USJ は公序良俗に反する服装やパークにふさわしくない過度な露出はお断り、退場いただく場合がありますと発表。炎上した女性は自身のインスタで写真を撮るとき以外は上着を着て前も閉めてたとコメントされていましたが、その行動は露出狂のそれと同じだとか言われてましたね。まあ小さなお子さんとかもたくさんいる施設ですし、ユニバ側が過度な露出はお断りって言ってるんで、まあそこは従うべきかなと思いますね。そうか、なんかめちゃくちゃ話題になったからどんなドスケベな格好してるのかなと思ったけど、なんか言うほどでもねえなって感じなんだけど、マイクロビキニとかならまだしも、過度な露出とは言うけどさ、露出度で言えばへそ出しショーパン女と大差なくね。とどのつまり、この下着みたいなコスプレで性欲を刺激された童貞どもが鼻の下伸ばしながらけしからんって言ってるだけなんじゃねえの？もしくは若え女に嫉妬したついフェミの発狂とかさ。いやでも普通は下着姿で外ほっつき歩かないですよね。公序良俗的にアウトな気もしますし、警察官に見つかったら完全に職質対象ですよ。いや普通はな。でもこれコスプレなんだろ？コスプレに普通を当てはめるのかよ。それにユニバだってお前、これワンピのナミのコスプレをスタッフがしてるけど露出度は変わんねえじゃん。スタッフがナミのコスプレするのはよくて、この下着みたいなコスプレがアウトっていうのは矛盾してねえか？まあ露出度に焦点を当てるならそうかもしれませんが、スタッフと来場客で決まりが違うのは当然で、例えば来場客がコスプレの衣装の一環で模造刀とかを持って入ろうとしたら、それは危ないからそういうのは持ち歩かないでって止められるじゃないですか。でもスタッフ側はステージ上の演出として模造刀を振り回すっていうのは問題ないですよね。来場客とスタッフとではルールが違うのは当然だと思いますけど。いや客が模造刀を持ち歩いちゃいけないっていうのはそれ安全上のためだろ。でも下着コスプレは別に誰かを物理的に傷つける危険性もねえし、一部のやつらが不快感持って結局気に入らねえもん叩きてえだけだろ。そうよ、この炎上は気に入らない女性をみんなにいじめて喜んでるだけのミソジニー炎上なの。自分よりもイケてて可愛くて輝いてる女性にみんなが嫉妬で八つ当たりしてるだけなのよ。肉穴さん、ついフェミなのにこのコスプレありなんですか？ついフェミの人たちからしたらこのコスプレは性的搾取とか名誉男性に当てはめられてもおかしくない案件だと思ったのですが。この子たちがこのコスプレを男どもにやらされているならそれは許せないことよ。でもこの子たちは自分たちの意思でこの格好を自ら選んでしてるんでしょ。それが結果的にクソオスどもに搾取されてしまう結果になったとしても、この子たちが自らの意思でしたい格好、それに制限をかけるということは、それは女性の主体性を奪うってことになるのよ。隠すところは隠してるんだし、法律にも触れてない。なのにここまでこの子たちが非難の対象になるっていうことは、それは世間が女はつつましくあるべきだっていう押し付け、そう、女はこうあるべきだっていう理想を押し付けてるってことになるのよ。いや、女性だけではなく、もちろん男性でもダメですよ。例えばですけど、これお姉の人たちが奇抜な格好でサンリオに入ろうとして入り口で止められるってことがあったんですけど、別にこの格好だって隠すところは隠してますが、明らかにサンリオの世界観と照らし合わせるとふさわしくないですよね。景観も損ないますし、施設側がダメって言ったらダメなんじゃないですかね。じゃあトグロちゃんはユニバやサンリオに死ねって言われたら死ぬんかい？いや、ユニバやサンリオは人に死ねなんて言いませんよ。ユニバサンリオに死ねと言わせるような人がいたとしたら、それはもう死んだ方がいい人かもしれませんけど。オカマのキワい格好は気持ち悪いけど、若い女の下着姿は嬉しいじゃん。若い女性の下着コスプレはいいけど、お姉はダメってなっちゃうと性的マイノリティの人たちがおこになっちゃいますよ。さらにこの女性たちのこの格好でも問題ないと容認するのであれば、同時にこのお姉の人たちが奇抜な格好でサンリオ内を闊歩することも容認しなくてはなりません。まあ施設側がダメって言うならダメでいいんじゃないですかね。今回の下着コスプレに関わらず、ユニバでは手作りを含めた武器上の制作物、入れ墨、ヘルメット、顔が確認できない被り物、特殊メイクとかにも入場規制をかけているので、露出度がどうとか男女でどうこうとか、まあそういうことだけで制限かけてるわけではないんですよね。ルールや規則なら何でも言うこと聞かなきゃいけないっていうのは権力の乱用だろ。世の中合理性にかけるルールや規則が多すぎるんだよ。ルールだからしょうがない、規則だから守らなきゃいけないなんて思考停止だろうが。そうよ、そういう固定概念をぶっ壊すするのはフェミニズムなのよ。珍しく意見が合うじゃねえか。そうだよな、女が自主的にドスケベな格好するなら男子たるもの広い心で受け入れるべきだよな。いや、あんたのそれとは全然違うわ。こっち来んな、クソオスが。規制やルールでガチガチに人を縛って従わせるのが必ずしも正しいとは限らないっていうのはそうなのですが、しかし行き過ぎた自由も時に人に害を与えます。
USJ のこの炎上は小さい子供もたくさんいるのにこの学校はいかがなものかっていう意見もたくさんありましたが、カナダのトロントのプライドパレード、セクシャルマイノリティのパレードなのですが、これに参加する性的マイノリティの人たち、主に身体男性の人たちがたくさんの子供たちもいる中、性器を露出したまま街を練り歩くなんてことが LGBT の権利の主張の上では一部迎合されてしまうこともあるんです。これはどう考えてもおかしな事態ですよね。お前トランスジェンダーのくせにこういうのには否定的だよな。自身の性に対してのアイデンティティはもちろん大事ですが、だからといってモラルを書いていい理由にはならないですからね。自由や権利の主張も大事です。しかしそれらが行き過ぎてしまってもこういうおかしな事態を引き起こしてしまう可能性もあるんです。規制やルールでガチガチに縛るのは確かに窮屈な感じはしますが、今回のように賛否が分かれるギリギリを狙って、まあ、本人らは狙ってないかもしれませんが、まあ、しかしそれが原因で炎上拡散されて物議が起こると結果的に規制やルールに縛られる対象となってしまう可能性もありますからね。いやでも俺の感覚がお前らと違うってだけで、この程度のもんならまあセーフなんだよな。それにお前若くていい女のこのコスプレってのは嬉しいだろ。まあ嬉しいですけど、まあ嬉しいですけどっていうところでユニバでするコスプレとしてはふさわしくないですよね。こういう感じの下着なんて現実では20代後半から30代の女が悪あがきでつけるやつじゃん。それをまだ肌に張りのある若い女が身につけてるってのはお前いいじゃねえかよ。そもそもコスプレって非日常的なもんじゃん。それがコスプレのいいところなんじゃん。裸じゃねえんだしよ、これぐらい許してやれとは思うけどね。抗議の一環として私もこれと同じ格好でユニバに抗議しようかな。それがたとえクソオスどもに性的に搾取される結果になったとしてもね。やめてくれよ気持ち悪い。俺は若くて美人な女の下着のコスプレは全力で擁護するけど、ブスがこれやろうってならおめ警察呼ぶぜ。皆さんこれが差別です。今回のユニバーコスプレの件、皆さんはどう思ったでしょう。結構賛否が分かれる件だったかなとは思うのですが、ぜひですねコメント欄でご意見ご感想お待ちしております。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。どこかゲタネがやる気マックスの方なら大量に控えてる。フェニーフェニーしようフェニー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 ギャリキャリキャリキャリフェニーしようフェニー。ここは女性だけの街、エリアレディのウィメンズマッチ、翌朝からの解放、研ぎ澄ましたジェンダー感動。